では市場の方行ってみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。おお、ダートコースですね今。まあね、ダートコースっていうことで。ハンドル結構重めなんですね。重い？あ、結構重めですね。重い。右行きます。はい。重いかい？あ、そうですね。しっかりめですね。ここ、時速は30キロで、走っていこうと思います。マツダデミオ、キャンパストップ工事ということでね。このタイプはまあ屋根が開くということで、ちょっともう早速開けてきましょう。走りながら開ける。開けましょう。今開けてますから。わあ、来ましたよ。ああ、登らない。そうですよ。あれ登らない。ないよ。あ、すごい鳥のさえずりが。これ、ね、音がよく聞こえるし、あとね夜とかまあこの時期はさ昼間暑いから、ね、開けないんですよ。夜は開けて走るんですよ。夜まっすぐ。まっすぐ行きます。あら登らねえ。登らないよ。登らねえ。いいですよ。1.3 リッターですからね。これ今キックダウンしてるぐらいですね。1.3 だし車重も結構あるから、はい、結構ね重いなって感じる。重いなって感じる。でもね。運転してて、ね、実はねこれがまた疲れないの。すごくね、まあ、いいプラットフォームだと。フレームがしっかりしてる、シャーシーがしっかりしてるのかな。すごくね、そういう感じしますね、うん、すごくね運転しててね楽なんですよ。実はやっぱりこれ知らないけど上開けてるからその分ボディ剛性とかね。ああちょっと元々のでもこのプラットフォームがすごく優秀なプラットフォームで、はい、ベリーサっていう車種があるんですよ。これの構成車種で、はいはい、もうつい最近まで作ってたんですけど、もう同じプラットフォームだ。じゃあもうずっと長いこと使ってたの松田は。この長い定番的なフレームをずっと。すごくいいフレーム、信頼のあるフレームを使ってたということですね。でも確かに俺これの前にホンダのロゴっていう、はい、ちっちゃい車乗ってたんですよ。軽いやつ。それはすごい軽かった。ロゴ、そんなんありましたっけ。そうそう。でもうその車がすごく軽くて、はい、軽くてなんか軽快な車だったんだけど、乗っててすごい疲れたのね。それから乗り換えたらね、もうびっくりするぐらいこの車疲れないの。そうですね。楽ちんな。なんかちょっと、なんていうんでしょう、こう、ワーゲンっぽいというか、あなんかしっかり、そうね、しっかりボディー、しっかりボディーやなーっていう、なんか、ドイツ車っぽい感じしますね。ヨーロッパでもこれ売ってたしね、マツダは。マツダ2という名前です。はい、つい最近デミオが、あのマツダ2という名前に変わるけど、変わるんですけど。マツダ2？ マツダ2。マツダ3やね、この間出て。3はそう、3はだからアクセラですよね。もう車もヨーロッパでマツダ2という名前で売られていたんです。ああ、もともとそうなんですね。そうです。知らんかった。いい車ですよ。屋根開くと気持ちいいでしょ。ねえ、気持ちいいし、なんか思ってた以上にこのボディ剛性というか、ああそうでしょう、ね、なんかガチガチ感感じますね。そう、さっきのあのなんか坂道登らない登らないよ。エンジンは非力です。だから 1.5 の方が絶対この車は面白いはず。あーかもしれないですね。もうだって2人でこれでしょ。そうですね。もう4人乗ったらもうどんだけ重いかってことですよ。あー全然かも、うん、今はちょっと3000回転も急に切って今2000回転ぐらいまでなりましたね。で、あのアクセルね大体 80% ぐらい今踏んでます。今時の車と比べてはダメです。あーいやでもこのハンドルの重みはいいなと思いますね。なんかあの小さい車に乗ってないような感じがしますね。あ、そうね、それはありますね。だ運転していて不安とかはあんま感じないタイプの車です。そうですね、うん、なんかガタガタ揺れるとかなんかこう振られるとかね、はいはい、そんなのはないですね。おそらくこれね横に乗ってる人とかね、うん、後ろに乗ってる人はすごい乗り心地がいいんじゃないかな。あそう、ね、という感じがしますね、うん、いい車です。だからさなんかさ乗り換えようかなっていう気持ちがなくなるのね。うん、まあ愛着も出ますしね。愛着もあるしさ、うん、乗ったら乗ったで新しい車って絶対いいとは感じるんだろうけど、うん、でもこの車にじゃあなんか不満があるのかって言われたら、いやそんなことないしなってなって、うん、なんかこう車検のたびに、はいはいはい、うん、一瞬考えるんだけどもう乗り続けようってなっちゃう。もうあれですよね、10年以上経ってるね。経ってます、経ってます。1年車検。2年です。2年ですよね、2年になったんですよね。乗用車はずっと2年です。そうですよね。そうです。で、そっか、車検で大体
20万ぐらいいきます？いや、俺いつもユーザー車検なんです。あ、じゃあもう税金、ほとんど税金みたいな感じで。税金だけ。ただまあ、今回メンテが多少ね、その不安なとこはメンテで出すんで、うん、メンテで10万ぐらいかけて、はい、車検もろもろでまあ5、6万な感じですか、うん、税金とか払って。まあね、ユーザー車検できるんでしたらね、はい、それはいいと思います。行きますよ。なんだったら行くよ、あんたの。マジですか、うん、ハイブリッドとか行きますか？わかんないけど、どうやったらいいかわかんないけど、まあまあ、行くよ。あれ、どうするんですか、書類をこう書いて。そうそう、書類書いて、で、LINE 通して、そんな難しくはないです。最近はユーザー車検も割と多いから、はい、陸運局もユーザー車検用の窓口とかを作ってくれてて、はいはい、いろいろ教えてくれます。優しい。優しい、優しい、あっちってこっちでちゃんと教えてくれます。またこの車、まあ今月だから車検通しに行くけどね。ああ、それをまたちょっと。今月そうなんですか。今月です。今月末ぐらいに行こうかなと思ってます。これ燃費ってどんなもんですか？燃費はね、12、3キロってとこでしょ。あ、12、3キロ。レギュラーガソリンですか？レギュラーです。まあこの手の車、まあ昔そんなもんでしたね。そんなもんですね。10キロを超えたらまあ同じみたいな、うん、優秀な方だったんじゃないですかね、うん。ただ当時はそれこそフィットとか、うん、ね、フィットは優秀でしたよね。そうそうそう、20キロ、22、3キロぐらい、ね、走るっていう。だから燃費とかでは明らかに他のメーカーには負けてましたね。うん、確かに。トヨタのビッツとか、ビッツかな、ビッツやろ、まあ、カローラでもそうだけど。だからこれの次の世代とかになると燃費もどんどん向上していくんですよ。はいはい、いろいろ改善されて、それでやっぱボディがね、軽くなったりとか。そう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 。でもこの車は全然その車を軽くしようっていうあれがないですよね。そうなんです、そうなんです重さを重いその分強えぞ足。そうそうそう、俺みたいな。本当にね、乗って感じたのは重い。いや本当ね、最近の軽とか乗るとね、特に感じますね。わ、ブレーキ効かない。そうよ、だから言ったでしょ、ブレーキ甘いですよブレーキ甘い。そうそう、だから今度変えるんです。ブレーキが甘いというか、やっぱ車体が重い。まあ重いせいもあるんでしょうね。いろいろあるんでしょうね。効かないわけじゃないのよ。効かないわけじゃないですけど効かないわけじゃないけど、ちょっと甘く感じるでしょ。そうですね、危険を感じますね。そうでしょう。この間だからポルシェ乗った後にこれ乗ったらもうブレーキが効かなすぎて怖くてさ。確かにこれから乗るとすごいガンガン踏んでしまった。効く車だなって思うでしょうね、うん。道にやっと行きました。これ結構こんな道なんですね。こんな道なんです。このままね走ったらね、はい、箕面の滝の方に出るよ。あ、箕面まで滝道に出る。へー、ちょっと猿もういいでしょ。いいですね、うん。まあ登らないのは置いておいてやっぱりこの開放感というかね、乗ってて楽しいですよね。こう後ろの席だともっとこのね開放感を感じます。そうなんですよ、助手席だとね、実は視線からはそんなに変わらないという。そうそう、ちょっとまあなんか頭の上がちょっとなんか、あ、何もないなって感じがするだけで、うん、そうですね、視線的にはね、そんなにあんまり、まあ明るくなったかなっていう程度でね、うん。後ろの席はすごい開放感感じます。いいと思いますね。これ走りながら閉めれるんですよね。そうです。今閉まってるんですかね。閉まってます閉まってますよ。あ、閉まりましたよ。あ、閉まりましたね。あ、閉まってます。だいぶ、はい、閉まりました。あ、こう閉まっても屋根明るいんですよ。明るいですね。明るいでしょ。これがまたいいんですよ。全然違いますよ、普通の。だから屋根の車とこの車はもうこの中の明るさが、うん、カーブは曲がるよ、ね、カーブ本当によく曲がるよ。なんか足踏ん張ってくれますよね。そうそうそう、なんか本当にこうサスペンションとショックアブソーバーがね、うん、すごい踏ん張ってやってくれてるんだなと。ちなみに前タワーは入れてますね。あ、そうなんですか。もともと純正で入ってるんですよ。そうです、ね、純正で普通にタワー、ちっちゃいタワーは入ってるんですけど、うん、さらにスポーツタワーはこれ入れましたから。やっぱこれマニュアル設定があったら良かったですね。いや、そうなんですよ、マニュアルは楽しいよきっと。多分これでマニュアルだったら楽しいと思いますね。なかなか名車だと思いますよ。今のデミオはもうだいぶね形が変わって、うん、本当のコンパクトカーになってるから、このクラスじゃないから完全にもうシャーシーの大きさが変わって、はい、はい、取りました。
ありがとうございました、はい、今日はありがとうございました。いや、やっぱりあの年式はね、立ってたんですけど、うん、やっぱ屋根開けて走るとすごいやっぱ楽しい車でしたね。そうでしょ。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。副島さんのチャンネルもここをクリックするのだ、この辺かこの辺をクリックするのだ、見てね。はい、というわけで、デミオコージーでした。じゃあね、もう。